ヤムラはあげない。もらうの。あげないって言ってんでしょ。だって宮村くんは彼氏じゃないんでしょ。堀さんのじゃないじゃん。宮村は私のだもん。あげないから。絶対あげないから。堀さん。わあ！一緒に腕組んで歩いてた人誰？チカちゃんのこと？チカちゃん？チカちゃん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 って何それ？堀さん聞いてよ。チカ、チカチカ。寒がりで。ピアスの穴すごい。いつ開けたの？中学。名前なんて言ったっけ？沢田ほのかです。出た。あなたね。ヒョロヒョロでピアスで、これのどこがいいのよ。堀さんにしてもらったの？かわいい。いいな、顔ちっちゃい。何気に。俺のカバン怒ってる。わかりました。あなた SM の人ですね。間違うとるわボケ。とにかく師匠を叩くのをやめてください。あっそうだ。行くわよ。これなのよ。かっこよかったからです。あんた誰がおばさんじゃ。こら、なんですかおばさん。これどっち。はっけ。いえ、奨励会有段者の俺と互角に指してたんですから。で、実際に会ったのは。デートって言うのよ、ぶち殺すぞ。悪い。ここからが重要なんです。俺が竜王のタイトルを取った。持ち駒みたいに。ちゃんと断りましたってば。もうあいつとは終わってます。要するに元カノってことよね。師匠ですか？師匠に何してるんですか？邪魔しないで。今こいつから元カノの話を聞き出してるから。詳しく聞きましょう。ガーイ、落ち着け。寂しい。ほら、上杉君が女子とご飯。わざと見せましたね。悔しいです。あなたみたいな無神経な人初めてです。もう髪型を変えるんじゃない。いつきです。どんなヘアスタイルにしようと私の勝手でしょ。今日は5人で花火を見に来たのに、なんであんたもいるのよ。俺は妹。あんたも四つ葉に変な気を起こさないでよ。ねえよ。納得がいきません。あの天守。お、べっぴんさんには。まあ、ダメだ、この携帯使えねえ。使えないのはあんたよ。あれ、あんたの班のカレー楽しみにしてるわ。うるさい。そういえば敏感だ。はあ、こいつと部屋のみならずお風呂も同じってこと。言語道断です。なんで一緒に入る前提。ごめん。それでいいか。あと4つ。いや、普通3つだろ。何が分かったんだ。なんで答えてくれないの。あ、見つけた。四つ葉ちゃん、うん、先生が呼んでたよ。うん、ほらほら。四つ葉ちゃん、先生がニアピンで外してくる。いいか、面倒なら身につけてるアイテム。上杉くんすごいね。ありがとう、さすが学級長だね。5人のこともっと教えて。は、ほら向こうにもう1人。はい、四つ葉ちゃん。いや、あれは2人。それじゃあナゾくん、また後で。はーい。じゃあパスよ。私はね、先輩が結婚したという事実に大変なショックを受けているんすよ。え、まさかカナメちゃん僕のこと。当たり前じゃないっすか。言ってたから。ジフロー、このノリコンやら出世してやる。誰がノリコンか。しかし効率だけを考えたらそもそも結婚自体が非効率的なものなんすよ。おお、まったく。いいっすか先輩。面白いわよ。そうなんだ。僕映画ってあまり見ないから。なんてで終わらされてしまうなんてあまりにも寂しい。じゃあ私とも付き合っちゃう。いや、いいだめ。でもさ、彼氏っつうか
ペットって感じ。ペット先輩の頭ベトベトするから触らない方がいいよ。え、あ、そりゃ言い過ぎでしょ。ディスられても言い返せないでしょ。まあ無理やり胸を触らされてしまった。あんぱん、え、あん、おっぱいがなんだって。バイバイキン。た、助かったよ。あいつらおっぱい揉んだんすか。よかったっすね。え、ナウトロに送った。面白そう、貸して。パイセンはうちらが。マリアか。マリア、ごめん、ちょっと遅くなっちゃって。いえ、こちらこそ。オータル、真面目に聞いてください。悪かった。シングってあれだろ、石板とか。あなたは周囲への配慮がなさすぎです。オウミはやんごとなき魔王となられた身であられるお方。とにかく、はい、これは由々しき事態です。この日本が予言。バカエリが何やってんだ。ここは教室だぞ。あら、ゴドは女に。草薙さん、マリアさん、この健全なる学び屋でまたそのようなハレンチな行動を。時と場所を考えていただかないと困ります。